ウェイド・アレン・デイビスは、アメリカが州国フロリダ州ポーク軍、レイク・ウェールズ出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のカンザス・シティロイヤルズ所属。愛称はウェダー。親戚に保守として、シカゴ・カブスとアトランタ・ブレイブスでプレーしたジョディ・デイビスが、いる。ライアン・デンプスターと並んで、カブスの26試合連続セーブ成功の、球団記録を持つ。 タンパベイレーズ時代2004年の MLB ドラフト3巡目でタンパベイデビルレーズから指名されプロ入り。2007年は A 級ベロビーチデビルレーズと AA 級モンゴメリービスケッツの2球団合計で27試合に登板で10勝3敗デビルレーズ参加1位となる防御率2.50を記録しデビルレーズ参加の最優秀投手に選出された。 2009年9月6日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。デイビスは7回を1失点に抑え、勝利投手の権利を持って降板したが、チームは5対3で敗れた。この試合でデイビスは、球団新記録となるメジャーデビュー戦で9奪三振を記録し、1962年以降では、史上3人目となるデビュー戦での先頭打者から4者、連続三振を記録した。2010年は、 アンディ・ソナンスタインとの先発投手5番手争いを制止開幕から先発ローテーション入りを果たした。7月には新人選手最多の4勝を挙げルーキー・オブ・ザ・マウスに選出された。通年では12勝をマークして新人王の投票では4位に入った。自身初めてとなったポストシーズンではディビジョンシリーズの第4戦で先発し5回2失点で勝利投手となったが チームは5試合の末に敗退した。2011年3月31日に、レイズと総額1260万ドルの4年契約を結んだ。2012年は、先発からリリーフになったことで速球の威力が増し、前年の脱三振率が5.1から11.1へと倍増した。トリプル A 級オマハ時代2012年12月9日に、ウィル・マイヤーズ、ジェイク・オドリッチ。 マイク・モンゴメリー、パトリック・レナードとのトレードで、ジェームズ・シールズ、後日発表のエディオット・ジョンソンと共に、カンザス・シティ・ロイヤルズへ移籍した。2013年は先発ローテーション4番手だったが、不審を極め、8月末にリリーフに配置転換された。リリーフ転向後は7試合で1失点という、活躍だった。2014年は、セットアッパーとして、 自己最多の71試合に登板し、防御率1.00という大活躍であり、109、脱三振は、リリーフ投手としての球団記録を更新した。6月27日から9月15日にかけて33試合連続、無失点も記録した。7回のケルビン・ヘレーラ、8回のデイビス、9回の、グレッグ・ホランドの必勝リレー、HDH が注目を集めた。 クローザーのホランドも防御率1.44、ヘレーラも防御率1.41と大活躍し、史上初となる同一チーム同一シーズンに防御率1.5以下のリリーフ投手が3人いるチームができた。チームにとって29年ぶりとなった、ポストシーズンでも12試合に登板して、自責点がわずかに1と、ワールドシリーズ進出に大きく貢献した。オフの11月3日に、 ロイヤルズが700万ドルの球団オプションを行使した。2015年も主にセットアッパーして登板し、6月2日に初めて失点するまで22試合連続無失点を記録した。オールスターゲームのメンバーに初めて選出された。以後も高騰を続け、69試合に投げて防御率は前年をさらに下回る0.94という素晴らしい内容だった。 シーズン終盤に、クローザーのホランドが怪我で離脱したため、その代役を務め、ポストシーズンでは8試合に登板し、1勝4セーブ、10.2インニングを投げて無失点、18奪三振の活躍で、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献し、ベイブルース賞を受賞した。2016年もおおむね高騰を続け、2年連続でオールスターに選出された。7月には、 右腕の不調で故障者リスト入りしたが、シーズン全体では45試合に登板して、防御率1.872勝1敗27、セーブホイップ1.13と、クローザーの役割を務め上げた。シカゴカブス時代2016年12月7日に、ホルヘソレアとのトレードで、シカゴカブスに移籍した。2017年は抑えを任され、オールスターにもカブスから、唯一選出された。 8月19日のトロントブルージェイズ戦でセーブを記録し、ライアンデンプスターの26試合連続セーブ成功の球団記録に並んだ。最終的には59試合で4勝2敗32、セーブ、防御率2.30と新天地でもクローザーの役割を全うした。11月2日に FA となった。球団はクオリファイングオファーを提示したが、11月16日に、 拒否した。2017年12月29日に、コロラドロッキーズと3年総額5200万ドルの契約を結んだ。契約には4年目の2021年2500万ドルの相互選択オプションが含まれているが、2020年に30試合交代完了した場合は、選手側のみの選択権に変更となり、双方の合意に至らない場合は100万ドルを受け取って FA となる。 2018年は、開幕からクローザーに配置され、前半戦を終えて27セーブ、防御率3.72の成績を記録。最終的には、球団新記録となる43セーブを挙げ自身初となる最多セーブを獲得。防御率4.13の成績を残した。2019年は50登板で1勝6敗、防御率8.65、15セーブと、 深刻な不振に陥った。15年には平均95.9マイルだったのが、今期は93.2マイルにまで落ち、42.2回で29支給と、請求も良いとは言いづらい内容だった。2020年も開幕から制裁を書き、9月19日にリーフとなり、21日に自由契約となった。2021年1月20日に、 フルスノロイアルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。最速99.5マイル、平均球速153キロのフォーシームとツーシーム、平均球速149キロのカッター、変化球は、平均球速132キロのナックルカーブという4、球種で、 高い脱三振率を誇る。先発投手時代の2011年まではカーブとスライダーを持ち玉としていたが、それぞれナックルカーブ、カッターに変えている。また、平均球速138キロのチェンジアップも武器としていたが、2013年を最後に投げなくなった。ちょうどリリーフ転向期だった2012から2013年頃から成績が飛躍的に伸びている。 ありがとうございます。